選挙というこの国の政治を変える大きなチャンスを安倍総理がくださった。だったらばこの選挙をアベノミクスの失敗隠し、閣僚のスキャンダル隠し、そうした安倍政権の延命のために意味のある選挙にするんではなくて、私たち皆さんの暮らしを守るためにこの地域根ざした生活者起点の政治への大転換を進めていく、そのスタートを切る私たち皆さんにとって大きな意味のある選挙にしていこうじゃありませんか。具体的に申し上げるなら、317議席取ったら3分の2ですよ。これ取ったら憲法改正だってできますよ。私はいい憲法の改正ならやっていいと思ってるけど、自民党の憲法の改正案はダメです。国防部作るって書いてある、国民の人権を制限するって書いてある。私は大学の時にあんまり勉強しませんでしたけどね、憲法だけは勉強した。あんなのは近代憲法じゃありません。こんなとんでもない勘違いをしている自民党に317議席を与えちゃダメなんです。